タグユキさん、こんにちは。先日フジロックが開催され、多方面から批判の声が上がっていますが、今週埼玉スーパーアリーナで開催されるアニサマについて同様の批判が上がらないのは何でだと思いますか？いや、開催したら 100% 批判されるんじゃないですかね。多分なんですけど、開催日に会場の周りでオタクの人たちみんなダンス踊ると思うんですけど、それが多分写真撮られて記事に上がると思いますよ。だからマスコミもそれに気づいてて、あんまり騒ぎ立てるとアニサムが中心になっちゃうじゃないですか。だからビュー稼げなくなっちゃうんで、開催されてから批判の記事出すと思います。で、フジロックの場合はスキー場かなんかなんですよね、確か会場が。だからまだ野外なんですけど、埼玉スーパーアリーナってなっちゃうと完全に屋内なんで、座席間隔1個空けたところであんま意味ないんじゃないですかね。で、僕今フランスのパリに住んでるんですけど、確かワクチンも 50% 以上打ち終わってるんですけど、それでもデルタ株また増え出してて、これやべえなーってなってるんで、おそらくなんですけど、これ開催しちゃったら主催者側がもうムキになってるとしか思えないですよね。去年の感染者数だと東京って8月まだ300いかないか行くかぐらいだったと思うんですけど、今インド株入ってきて5000人とか1日なってんのに、開催したらバカだよねって話で、普通に考えたらわかるじゃないですか。例えばなんですけど、うちの彼女というか家内というか妻なんですけど、鈴木達久さんのこと好きなんですよね。で、僕嫌いなんですよね。で、便利だなーって、僕が嫌いなものをやってくる。あ、すいません、好きじゃねーよ。ほんとすいません、すいません、好きじゃねーよ。好きじゃないみたいです。伊藤美久ちゃんっていう美人で歌も歌える声優さんは今後伸びますか？いや、伸びるんじゃないですかね。先ほどのアニサマについての意見なんですが、仮に中止の場合はアーティストさんや主催者側に不利益を生むことになると思うんですが、どうお考えですか？いや、多分大丈夫なんじゃないですかね、ネット配信とかすれば。なんかこういう時ってオタクの人って謎に団結力高いんすよね。だからこの前もコロナでコミケが中止になったじゃないですか。その時もコミケ中止になっちゃいました、で、雑誌も刷っちゃったんで買ってくださいって、開催されないコミケの雑誌をみんなが買っちゃって、それがアマゾンベストセラー第1位とかになって品切れになっちゃったんですよね。あとは僕の知り合いに死んだ魚の目をしたロリおじさんっていう性格の悪いデブのおっさんがいるんですけど、その人が前クドワフターっていうちょっとエッチなゲームのアニメ化をするクラウドファンディングに出資したんですよ。で、確か1億円ぐらいいったんじゃないかな。それも映画化したりしてるんで、オタクって本当こういう時に謎に団結力強いんですよね。だからそういうのってネットもスマホも今あるんで、そこでネットライブした方が絶対儲かるし、絶対いいと思うんですよね、批判されないから。たゆうきさんと遊びたいです、どうしたらいいですか？じゃんけんぽん。